はい、こんにちは、アルタビーストリーム塾、歩く闘魂こと武見コーチです。レオコーチです。はい、今日は僕が上手いサッカー選手かプロサッカー選手が絶対にやる、ボールを触らない技術、これを、紹介していきたいと思います。特にね、この技術、っていうのは小学生がすごく苦手としてて、僕も長いこと小学生見てるんですけど、あまりできる小学生はいないんで、この動画を見て、実際に、やってみてもらえれば周りと差がつけられると思うんで、動画を見て練習してみてください。レッツゴー。はい、じゃあそれでは、何をやっていくかっていうと、まず例えば試合中とかに、相手が割と近いところにいて、でここからパスが来ますね。でここでヘイでパスが来て、ディフェンスが寄せてくる。ここでピタッてボール止めて、この瞬間に失ってしまうっていうのが結構やっぱり僕も、サッカー見せてすごくあって、でこれの解決方法としては1個は、例えば来た瞬間パスが来て、相手が来た瞬間にファーストタッチかわす、これが1個あるんですけど、中って人がいっぱいいるんで、できればゴールに向かってコントロールしていったりしたいと思うんで、ここで使うのがバックステップ。ここでパスが来ました、ここで触らないでこうバックステップして、ここでコントロールとかできるようになると、ゴールに向かってコントロールができたりするんで、あとこのバックステップのいいところって、これボールが動いてる間っていうのは相手は飛び込めないんですよ。これ飛び込んじゃうと、飛び込んできた瞬間にファーストタッチかわされちゃったりするんで、例えば、ボールが起きて触らないと怖いと思うんですよ、ね、触らないと取られちゃうんじゃないかって思って触ってしまいがちなんですけど、逆に触らない方が相手は飛び込まずに、逆に飛び込んできた瞬間に縦に突破するとか、後出しです、ね、じゃんけんでいうと後出しで選べたりするんで、このパスが来た時に相手近いなって思った時に我慢して触らないでバックステップして相手見ながら、じゃあ右行くのか左行くのかっていうのが、できると、ボールを失うリスクっていうんですかね、可能性っていうのは、格段に下がるかなと思いますね。なので、練習方法とかは特にあんまないんですけど、意識ですね。例えばパスが来て、で相手が来ましたって時に、ここで捉えそうだなって時には我慢して触らないでバックステップして、ここでコントロールする。あとはもしこのボールの移動中とかに触らないで味方が見えてるんだったら、今いないんですけど、ここでワンツーとかしたりっていうのができると、すごいいいかなと思います、ね、小学生やっぱりこうボールをいっぱい触ってドリブルするっていうのは結構みんなできるんですけど、逆にタッチ数少なくしてボールを触らないで相手と駆け引きするっていうのは、できない選手が多いんで、よかったらやってみてください。多分小学生ってそのパスを打った時に、このなんかとりあえずトラップボールを止めるってことを考えて、この場でトラップしなきゃいけないっていう多分概念というかルールではないんですけど、パスが来たらその場でトラップしちゃうっていうのがあるんで、バックステップでスペースを生んだりとか、逆にボールが移動中に寄っていってそのボールをトラップするっていう、その選択肢を持ってる選手が少ない、多分分かってない選手が多いんで、こういう動画をちょっとお子さんに見せてもらって選択肢の一つにしてもらえたらと思います。でまた次の動画でもね、こういう動画とか、練習の動画とか、あとはね喋り系の、メンタルとかそういう話もしてるんで、次の動画も、楽しみにお待ちください。それではさよなら。じゃあ最後一言、次の動画も絶対に見てください。ご視聴ありがとうございました。